最終の宇都宮2連戦でも25点ずつを取っていました。シーズン平均 17.06、 次最初のスリー来た。さすがですね。あの雰囲気に動じずに1クォーターから仕掛けられたっていうのはすごいですよね。いや素晴らしいですね。ただ今広島の方がやはり点数が入ってませんので、はい、この点数の取り方っていうのを考えていきたいですね。さすがです。ただエンドワンです。エバンスです。素晴らしいです。守った、よく守りましたね。ゴール下の肉弾戦、そしてメインはアタックか、そしてゴールからして佐野原、千葉タイムアウトです。素晴らしい。佐野原だけで6対0のランを作りました。3のフェイクを入れて辻がなかなか3が打てない状況。第1クォーターから得点なし。ミドルショット、素晴らしい。ここで来た辻、エヴァンス5秒4秒フィックショット、フラッシュアーファーバーター、うまくならない。フリースロー2本です。さらに2本、まず1点。2本決めた。さあ9秒4でして、まず寺島ファウルできません。富樫アタック2点取りに行った、来ない、72対70。広島ドラゴンフライズ初めてのチャンピオンシップ、まず第一戦取りました。ハイソンのピックを使ってエヴァンスが入り込んでいきましたが、その前まではいけない。ブラックシアジュニアから1回エヴァンスに戻して合わせてハイソンと、これなんですよね。エドワーズのチェック、エヴァンスに預ける、そしてゴール下佐野原、佐野原選手オフボールのカットがうまいですね、今もなんか忍者のように現れましたよね、はい、中村に対して原行きました。そして次に対して西村、ちょっと後になった中村フローター、いやーよく決まりましたね。中村選手スローターうまいですからね、はい、まあ、ちょっと明日のことも見据えてっていう形もあると思いますし、はい、ですからフリーとプレータイムが多くなっていますが、フリーから合わせてファールアップエンドワンです。ニック名誉です。早めにっていうのを意識してほしいですね。まあ、アテンプトで第3クォーターまでに17本差がありました。名誉こういう感じでいいですね。スクリーンを使ったスペースができて切り込んでいきました。寺島選手らしいプレーですよね。エヴァンスからマーフィーがボールを受け取りました。マーフィーにはクリストファースクス、マーフィーいった、エヴァンスに預けてのシュート決めていきました。今よく見えてましたね。そうですね、珍しいですね。そうですね、寺島は救われました。さあこのエヴァンスのところ、自分で行ってファールをもらってバスケットカウント。いやー寺島乗ってきてますね。佐野原とちょっと富樫選手タイムコントロール入ってますね。時間を使って、さあビッグボーイのパスがここが乱れてターンオーバー、寺島、続いてボールを運んでいくのは千葉ジェッツ。さあこのディフェンスのところ、このパスが奪いました寺島、ね、そしてエヴァンス3来るか来るか来たここで広島3を決めたドウェイン・エヴァンスでした。お願いします。ガチジャケット、今日ガチジャケット明日 We want it。 ありがとうございました。